こんにちは。こんにちは。私たちは秘密の次元ユニット、アイムジップです。それでは早速自己紹介をします。皆さん顔と名前を覚えていってください。今日は卒業ライブということで、一人一言ずつ言っていきます。まず中学2年生、アイリー。今日は皆さんと一緒に最高のステージを作っていきたいです。アイリー。ユニカ。はい、3人にとって最後の卒業ライブ、笑顔の絶えないような最高の日にします。ナイリオン。こうしてこのメンバーで立つのも最後で、全力で頑張ります。皆さん今日は楽しんでいきましょう。小学5年生ユナ。この日を楽しみにしてました。ミュリオちゃん、ミルちゃん、ソラリちゃんの最後のステージなので、全力で頑張ります。ミルちゃん。ここから卒業メンバーになります。中学3年生ミル。はい、今日でラストステージだと思うとすっごい涙が出そうなんですけど、ミルらしく全力で頑張ります。会場の皆さん、私たちのメンバーと一緒に最高のステージにしていきましょう。私は昔からダンスが好きなので、最後まで全力なダンスを見てもらいたいし、今日ここに来てくださった会場の皆さんと最後全力なステージにしたいです。イエーイ。はい、3年生アイムジップリーダーのリオです。私はこのキラキラして可愛いステージで今日を迎えることができてとっても嬉しいです。今日は卒業生としてかっこいい背中を見せられるように全力で頑張ります。皆さん今日は楽しんでいってください。それでは次の曲紹介、リナお願いします。はい、次の曲はレッドベルベットさんのレッドフレーバーです。可愛い振りに注目してください。それではレッドフレーバースタート。Sí.
Thank you.
曲はイミズのことを歌った曲、イミズいっぱいです。この歌は私たちがイミズの PR 大使になったことを記念に作りました。イミズのいいところがたくさん詰まっているので、歌詞に注目して聴いてください。それでは、せーの、イミズいっぱい。
TWICE さんのダイキーです。可愛い歌とダンスに注目してください。それではどうぞ。Yeah!
Bye.
ぜひ万葉線に乗ってみてください。次の曲はシンガーソングです。シンガーソングには私たちのダンスのソロがあるのですごい思い出に残っています。卒業生のソロにも注目してください。それではシンガーソングスタート。頑張ってきます。
表できたと思います。今まで応援してくださったファンの皆さんや友達にも感謝いっぱいです。そしてメンバー、今まで一緒のステージに立てたりしてとっても楽しかったです。本当にありがとう。ミレはどうですか？はい、私は目立つことが大好きで、このキラキラしたアイムジップに入ることができてとっても嬉しいです。この会場にいる皆さん、メンバーに出会えて本当に幸せでした。今まで本当にありがとうございました。キラキラしてこの憧れていた先輩たちと一緒にステージを立った時から約5年あっという間でした。たくさんの人にありがとうでは伝えられない感謝の気持ちでいっぱいです。そして一番近くで一緒に頑張ってきたメンバーのみんなは何よりも大切な宝物です。今まで本当にありがとうございました。それでは最後に卒業メンバーの竹内芽衣ちゃんが作詞して残していってくれた贈り物を、次は私たちが一番支えてくれた会長、そして歌やダンスを教えてくださったミキさん、ミホさん、そして社長、一番近くでいつも応援してくれたママジップ、そしてメンバーのみんなに贈り物を贈ります。それでは聴いてください。
ジップイズム聴いてください。
今日発売の CD があります。なんかめっちゃねデザインがねすごい、このチェックだよね、チェックな感じですっごい可愛いんで皆さんぜひ買ってください。